こんにちは、ジャムステックの気象学者茂木耕作です。よろしくお願いします。今日は僕の最新の研究論文を5分で直角コーストリームしたいと思います。テーマはズバリ2018年西日本豪雨でございます。いや、覚えてる人も多いと思うんですけども、凄まじい豪雨災害でした。あの豪雨では7月5日から7日まで3日間も西日本に梅雨前線が停滞して、西日本全域で災害をもたらしました。その梅雨前線の停滞について僕が伝えたいことはこれです。その停滞は大ジャンプから始まったということです。停滞が大ジャンプから、どういうことか。西日本およそ北緯35度に梅雨前線が現れたのは7月5日でした。でも実は7月3日までの梅雨前線は1週間もの間、北海道つまり北緯45度付近にずっと停滞していたんです。なのに7月4日にある大事件が起きて、梅雨前線は北海道から 1000 キロ南の西日本へ大ジャンプするんですね。大事件とは一体何でしょうか。そう、それは台風7号プラピルーンの日本海通過なんです。台風プラピルーンは7月3日から4日に日本海を通過して太平洋へ抜けていったんです。つまり北海道に停滞していた梅雨前線は台風が日本海を通過した後に西日本に一気に飛び移ったわけです。一体台風プラピルーンは日本海で何をしたんでしょうか。それは破壊です。そして創造した、それが台風プラピルーンによって起こされたんです。どういうことかを、大ジャンプが起こった西日本、日本海、そして北海道を結ぶこの赤い線に沿って考えてみましょう。横方向に左から西日本、日本海、そして北海道、地表面気圧の高さを縦方向にとると7月3日はこのように描けます。大気の流れは気圧の高いところから低いところへ、その下り坂の傾斜に従って起こっていることを表しています。オレンジ色が暖気、水色が寒気、そのせめぎ合いが北海道で起こっていて、それが梅雨前線です。さあ、このまま暖気が押し切って夏はもうすぐそこなのか。しかし寒気もなんとかその情勢のまま6月末から1週間ほど粘っていたということになります。ところが暖気の中である大事件が起きます。それが台風による氾濫です。それまでずっと気圧が1008か1007か、一番低いところを探して流れ込めというふうに大気は流れていたのに、いきなり20ヘクトパスからも低いものが暖気の中にできたわけです。そうすると坂道の傾斜はどうなりますか。暖気の中で一旦ものすごく深い下り坂、つまり全部暖気が日本海に集まろうとしてしまいます。だから最前線で寒気と対峙する暖気がほとんどいなくなってしまいます。それが7月4日。そしてついに寒気に前線を全て破壊されて、下り坂の一番下、つまり台風の真ん中まで寒気が一気に押し込んできます。つまりこれが梅雨前線の大ジャンプということです。そうやって大ジャンプから始まる梅雨前線の停滞があの西日本豪雨の原因だったということです。西日本豪雨を起こした梅雨前線、その停滞は大ジャンプから始まった、このことが分かってもらえたでしょうか。以上、茂木耕作の最新研究直角コーストリームでした。ありがとうございました。